ジャナタダル、英語、ジャナタ、ダル、略称、j l d は、インドの政党。人民党統一派、統一人民党と訳されることもある。1999年、ジャナタダルが、統一派と世俗派に分裂したことにより形成された。統一派が、反、インド国民会議の政治姿勢を貫くことを、優先してインド人民党主導の保守寄りの、政党連合。 国民民主同盟に加わることを主張したのに対し、世俗派は従来の中道左派や民主社会主義の政治路線を堅持しようとして、党内左右両派が激しく対立したことが分裂の原因であった。2003年にはジョージ・フェルナンデス率いるサマタ党が合流し、現在の党となった。2004年連邦会員選挙では、党の地盤であるビハール州で全国ジャナタダルト、 インド国民会議の選挙協力の前に敗れ、8議席に留まった。しかし2005年には、ビハール州の州議会議員選挙で、インド人民党との協力のもと全国、ジャナタダル主導の政権を破って、ニテイシュクマールを州首相とする新政権を樹立した。その勢いを買って2009年連邦会員選挙では、ビハール州内で20議席を獲得し、全国的に、 インド国民会議が躍進する中で前線した。2013年6月、インド人民党との関係を断ち、国民民主同盟から脱退したが、2017年7月に再び関係を持っている。ありがとうございます。